はいどうも、りょうへいです。ひろたです。そして、絆グループのゆうさです。はい、よろしくお願いします。はい、本日なんですけれども、小説お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今日参加してくれた皆さんの、ちょっとグローブ紹介させていただこうかなということで、今動画回しております。で、まあね、僕の大好きなゆうささんが、ね、ありがとうございます。いつもいつも。すいません。一番最初にということで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつも本当にありがとうございます。お世話になってます、いつも。お前早くちゃんと使えよ。マジで、本当に綺麗に俺そろそろ。使わないから綺麗に。まあ、そういうことで、まあ、絆グローブ、今日、新しい型番、はい、とトレーニンググローブ、はい、新しくプラス、新しいのを、はい、何ですかね、出させてもらいます。おじゃあ、まず、新しい型番のグローブ、はい、紹介させてもらえばな。はい、おお、ちょっとこれ、なんだこれ、でかいな。そうですね、大きめの内野手を、まあ、オールラウンドに近いんですけど、うんうん、はい、ちょっと待ってよ、これ、固有に流行りの小ユニ版です。おお、でです、どうぞ。ありがとうございます。それで感想聞きたいですよね。あー、流行りですね。いやもうね、絶対掴んだら離さない。なおかつ長い割には手元に意外と重心なのかなっていう感じが。近い感じ。うん、本当にあのここもどても結構狭めなんですよ。狭めなので、まあ、結構ねあの広がってく V の字っていうような感じの新しい型番のグローブです。これウェブも今まで絆さんで見たことある。そうですね、僕がちょっとやりたいなと思って。じゃあニューウェブという。ニューウェブですね。なるほど。これ玉はみ特徴的ですね。そうですね、はみ出しの、ね、昔 Z さんでこんなのがあって、あ赤星選手モデルとかは途中で横にこういう風にクイッと曲がって小指側もそうなってるんですよね。これ2本で。あ、本当だ、2本玉はみが入ってるんですね。おしゃれですね。よく変えられるじゃないですか。で変えられるところが多いっていうのはおしゃれだなって。そうですね、感じがしますね。これは片付けですか。あ、そうです。うまいねー。マジでうまい。良平さんには勝てないっすよ、ほんとに。いや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 、ほんとに一番下手な人がいるから。マジで言われてたもんね。動画炎上してるからということで、これ多分サードとかちょっと大きめのショート用とかでも全然いいのかなっていう感じがするので、はい、まあ新しくさらにあの型番が追加されたということで、今後ねあの絆グローブ作る方がいたら、今の流行りを作りたいっていう方がいたら、概要欄にあの絆グローブのインスタ、URL に貼っとくので、皆さんそちらからゆうささんの方に、連絡をお願いします。お願いします。あれですか、強兵 TV 割りを発動させていいですか。あ、全然いいですよ。なるほど。おー、はい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 、1000円引き。強兵 TV を見たらと言ったら安くなるのでね、はい、皆さんぜひぜひ本当に今時の型番なので、こちらも注目してみてください。はい、じゃあ続いてのグラブいきましょうか、はい、これがトレーニンググラブ。はい、これも新しいですよね。新しいっすね。価格帯も、まあ、うち2万3000円プラス税でやってるんですけど、はいはいはい、込み込み2万円。うわぁ、だから送料もぶっ込みの、税込みの2万円で。おお、なるほどなるほど。だから高校生とか中学生とか学生さん向けにやらせてもらおうかなと。はいはい、まあ、そうですよね。あの色が使えるのって正直言うと高校生とか学生ってトレーニンググローブくらいですよね。今、まあ、2色使えたりとか、あの他の色高校野球対応じゃないからもちろん使えると思うので、ここがオーダーできる一番いいポイントかなっていう。まあ遊びができるから高校生に紐と本体の色は選べるので、ちょっと前に出してみますか。かなり小さいですね。本当に小さい。結構ポケット広め？結構広めですね。掴み。なるほどなるほど。まあ、これでやったらね、うまくなるわ。うまくなる。小さいし本当に。ちゃんと手の真ん中に来るようになって。はめていいですか？はめて。ありがとうございます。あ、やっぱ絆さん変わってーわー。公式でも全然使えて。変わって本当に。あ、ピックともしれない。ピックともしれない。まあ、最初だからまあ当て取りっていう感じでもいい。そうですね。これボブサップくらいじゃないと動かないんだよ。はいはいはい。でまあ、ちょっと薬指寄りなポケットもあるので、それ当て取りの練習にもなるしっていうのもあるので、まあ用途はいろいろあるんで、うん、本当にいろんな用途で使えるようなトレーニンググローブになっているので、まあ、これもねあの価格帯も安いですし、ぜひぜひちょっと注文してください。あ、でもこれは商品割引気が利かないんです。あ、なるほど。まあまあまあ、でも2万円なんで。でもね、安い、込み込み2万なんで、そもそもが安いから。ぜひ、そうですね、ぜひお願いします。お願いします。これが今日一番目玉。目玉でもないですかね。まあ目玉にしますか。はいはい、じゃあ目玉、まあ、まあ今日はねこれも僕を見ておっていうのを持ってきてもらったので、はい、はい、そちらの紹介お願いします。はい、じゃーん、こちらのスパイク始めちゃいました。あーとーっとっすね、ついね、始めないと言ってたんですけど始めちゃいました。もう遊び心そうですね。ちなみに特徴としては、特徴としてはやっぱ軽さが両方とも出てます。はい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 、もちろん価格帯はこっち安い方でこっち高い方になるんですけど、両方とも軽いっす。はい、ぜひ。ちょっと待ってちょっと待って。はい。こっち貸して。はい。川底やん。そうなんですよ。川底なんですよね。え、珍しくないっていう。はい。今見ないっすかね。で、しかもこれ埋め込みじゃないんですよね。そうです。ポイントです。あのネジのやつ。はい。なんで、まあこれ別にポイントじゃなくても。できます。もちろん金具でも。これ。ソールも変えれるんで。はい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 。あ、ちょっと見せてもらいいですか。はい。これが、まあ、超合金の
金具、埋め込みスパイクですね。え、待って、軽いはーれ、マジで本当に、はい、素材としてはこれ、ね、あの天然鍋の合皮鍋、合皮鍋ですね。合皮鍋、なるほどなるほど。じゃあ磨くのも楽か。はい、ブラシだけでいい。うんうん、まあ最悪水で、そうですね、あの水雑巾でやってもいいし、雨用でもいいし。そうですね、いやこれはいい、すごいおすすめです。もしもカチャ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 、まあ、っていうのも始めたんで、はい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 、まあ、新しいねアイテムとしてできれば、うん、まあ、こちらも、いつから始めたんですか。つい最近ですね。さっきってなんで、さっきって最近ですね。つい最近始めた、スパイクということだったので、はい、まあ、こちらも皆さんデザインもすごいいいですし、やっぱこのね絆っていう、そうですね、いいですかね、絆っていう文字がかっこいいですね。そうそうそう、あるので、まあ、皆さんこちらの方もぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、ということで絆グローブ代表、はい、ゆささんのグローブ、トレーニンググローブと、はい、スパイク、はい、3点の紹介でした。本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ご参加の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。どうせ誰かグローブーす。ピピ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 、はい、クレイジーピーの突撃はい、撮影中にお邪魔しました。いやー、はい、ね、ここは僕のエンディングを撮ります。なるほど、はい、さっき翔平さんからね統括の一言をいただいたんですけれども、はい、で皆さんね、翔平のメンバーと、絆やられてる宇佐さん、はい、今日仲良くやってもらいましたので、はい、いつものね僕の挨拶ね、あざしたの方ね、はい、一緒にやってもらおうかなと思って、はい、来たんですけども、本日、突撃した YouTuber さんの、チャンネル、概要欄にリンク貼ってますので皆さんチェックよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上になります。この動画が良かったなと思う方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではいつものやっていきましょう。せーの、あざしたー。バイバーイ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあざしたー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Yeah.